サーキットじゃないですか、これ。ほら、サーキット井上。知らない。あるんだよ、伊勢鉄道とか。僕歩いたよ、俺、息子と。昔はそうです、ね、でこの辺にさ、なんか駐車場、あ、いっぱいありますよ。突然駐車場になんない、はい、こういうとことか。こういうとこなりますよ、はい。僕はスプーン止めてね、来ますけど、ね、でさ、あの止めるのはいいんだけどさ、奥の方に入っちゃってさ、最後まで出れない。そうそうそう。っていう、違ったっけ。出れないです、ね、なんかそんなやのかって聞いたことあるんだけど、はい、うわー、なんか鈴鹿。鈴鹿っぽいですね、ここ。21年ぶりだ。最近だといつ来たの。2017年です。ああ、近いじゃない。わあ、こっから見えんだ、スタンド。すごい。あれはグランドスタンドかな。グランドっすね。あ、すげえすげえ。来たって感じだね。そうっすね。おお、見える見える。こうなったか。うわ、パーラ富士っすね。なんでしょ、これ有名じゃないですか。なんで知らない、なんだろう。パチンコです、パチンコ。なんで有名なの。暇だからここで打つ。これ関係者じゃないですか。こっちは、あ、そうだね。うわ、歩いたよ、息子と。駐車場さんのボーリング場とかあるから、あ、まあ、あのガソリンスタンド有名なところです。あ、なんかさ、その辺に F1 ショップなかったっけ。あれ、あ、昔はね、ありました、ね、今もうないの。いや、わかんないですね。なんつったっけ、レーシングパレスの なんとかって。あ、ここの駐車場に止めてた、俺も。ここ、はい、いや、ここ普通止めれないじゃないですか。止めれない、はい。スーパーフォーミュラは止めれるんですけど、F1 なんか止めれない。止めれない。俺だから水曜日に来て、それすごいっす、うん、やる気満々。この辺、この辺止めてたな。もうやる気満々な頃なみんなこうやる気満々ですよ。久しぶりだもんね、これ。イベント的におよそ500m 先、ね、右方向です。今日来てるのは本当のマニアじゃないですか。 あ、これなんだ、これなんとかホビーって書いてます。コレクションなんとかなんとか。いいですよ、いいですよ。あ、ここだよ、GP コレクション。見たいな。ここ、ここ、このお店。見たいな。仙台から来てる。仙台が来ますよ、それは。いやー、やだな、車で来るの。余裕ですよ、仙台から。うわー、余裕ですよ、っていうか。いやー。これだったら新幹線か飛行機だな。なんかあっちのあの道路際の方で止めてあれだな。車の中出てたな。懐かしいな。はい、着きました。着きました。なんで中に入れるんですか。だってそこしか通って、そこしかない。それでなんかこれにレストランがあって。あ、あったかもしれないですね。はい、帰ってくんだよ。はいはいはい、あったあった。帰ってきて、そうだ、ここ回収されたんだよ。回収されたでしょ。はい。でそこで待ってると、はい、必ず一人ずつ入ってくるの、こうやって開けて。それで、あ、それでウォーリング場行く間に歩きながらこうやって、はい、サインしてって言うと。せっかく飯食ったのにサインしなきゃいけないんですか。返してくれて、写真も。あ、で写真、OK、それがさ、3、3、5、5さ、はい、いっぺんに帰ってこないで、はい、あの1分おきぐらいに帰ってくる。ケンチレールとか、ソム大きい人とか。あ、そうすると順番に撮れる。あそこで撮ったんですか。あそこで撮ったの、写真。写真撮ると野田秀樹とかさ。あ、いやいや、これは寒いだ。この辺の、そうだね、レストランあったんだ。レストランありましたね。あったでしょ、はい。デーモンヒルに総理って言われちゃったもんね。これとかは変わってないんじゃない。ここでも新しみですよね、このコースターみたいな。そうだね、はい。おはようございます。テンション上がる。テンション上がりますね。
マックスの看板が見えてきましたよ。どこで記念撮影ゾーンじゃないですか。でガス火を置いてくる。ガクさん、記念撮影はあそこで。どこで。あそこの前で。誰記念撮影は。あ、もうこれ撮った方がいいっすよ、これ。あ、すげえ。こうなってるんだ。あ、ガスリン。あ、コーナーのなんか絵かなんかあれがコーナーがあります。あ、本当だ。どこでも写真撮ってます。うちの近所ですからね、出身。あ、そうだね。はい、小学校になんか看板が立ってます。え、本当。はい、開幕戦はね、確かこれ入ってないんだ。ああ、そうなんですね。うん、一戦だけ。あ、なんかハイブリッドってつくんですよ、ね。うん、確か。わあ、これ全成績で全成績なんですよ。前半辛い感じっすね。ダブルバイじゃなかったのか。フランス撃沈したやつですよ。そうだね。はい。オーストリアいいな。すげえ。これ日本グランプリだと、だって立ち止まって多分見れない。ああ、そうだね。人すごいもんね。あれ、こんなあった。アドベンチャーなのってあった。これはないですね。俺知ってんのないな。焼きそばをここで食った思い出があります。アドベンチャービル。俺2014、17、11も来てるんで。12も来ましたね。シューマッハが終わりなんで10人来たと思う。あ、このトンネル区切ったな。そうそう、なんかこの辺さ、はい、フジテレビかなんかあのコンサートでなんてドライバーが来てやっ、あー、どうすかね、やってなかった。やったかもしれないですね。見てたよな、ここやる。ここはあれですよ、あのミリオンカードで高島正兄ちゃんの正弘が走ってくる、うん、どこどここのトンネルえ、何やってるの。コマーシャルですよ。駆け足で、はい、走ってる駆け足。最初来た時は一緒にあの、うん、走りましたね。ミリオンカードの宣伝のようにここが。そうだったっけ。はい、うわ、懐かしいな。トンネル。ここ何も貼ってないんですよ。そうだね。ポスターとかね、貼りそうですけど。うわー、来た。あ、みんな撮ってますよ。何を。川口さん、あ、いや、さっき撮ったからいい。いやいや、あの自分撮んないです。いい、撮んない、撮んないです。スイカーラーさんとホンダモータースポーツライブにてどちらのチームを応援するかのファン投票を実施いたします。こんなでかくなかったな、できた時は。あ、2006以降の改装ででかくなったんですよ、ね。はい、すごい。サッカースタジオの Twitter への投票をお願いいたします。またご覧中の皆様に感染拡大防止のご案内を申し上げます。ありがとうございます。ホンダレーシングカンクで来場の皆様、
フラッグが燃えそうです。フラッグです。一本ずつもらえるそうです。じゃあ僕が預かってとりあえずとりあえず。さあレッドブル探しなんですけど、どこだ。この辺でやったらあそこになんかあるよ。マクラーレンだね。ああ、あそこだ。一番人気のそこ、多分アラブルカさんのポスターが見える。それはなんで並んでんの。なんだろうね。もらあショップだ。ショップです。やばいや、違うけど。わあ。あ、やっぱそうですね。写真撮りますか。ああ、そうそうそう。すごい下り坂だね。そうじゃないと、あのセナも中島も動かなかった。まあそうだね。早速出場する選手の皆さんを私からまずはご紹介していきます。エキストライダーの皆さん、ということですね、紹介されましたら、あそこをさ、コカコールと本田があったら、はいはい、なんて逆番線、逆番線、ここ逆番行ってる、行ってるんです、はい、山だよね。山です。 あそこで見たな。2000年、93年。あ、セナのちょい先っす。本当。あ、じゃあ目の前であれじゃないですか。アーバインがセナ抜くの見れたんで。あ、94年じゃん。33。あ、93だ。はい。いや、あの後ぶん殴られたやつ。救急車が入ってるじゃん。雨。あ、雨。あれなんだっけ。94だっけ。94っすね。4か。ブランドルが引いちゃったやつ。あ、そうそう。ブランドルが引いちゃった。93は普通になんかパラパラ雨が来て。93。はい。あ、そうそうそう。そうそう、ヒルが抜かされたんだ、セナに。そうそう、確か。そうそう、プロストはまたしちゃう。そうそう、ダメだったんだ。そうそう、さすが雨のセナだった。あの時一番いい音してたのが虹だった。あー、ルノー、ルノーかな。はいはい。おー、すごい。そう、あ、ここですよ、ピットレー。大二郎さんのポスターに、あー、そうですね、GT さん、大二郎、みんなの大二郎。わあ、ロッシー、ロッシーのも飾ってるの。どこでも撮るの。
これ日が出ると出ないと違います。違う、日が出るとホッとするあります。あ、僕93年そこで見ましたよ。ああ、そう。あのピット出口先ですね。ピット結構長かったです。長かったです。っていうか取れなかったよ俺。93年。奇跡的にそこ取れた。ああ、そう。はい。当時オープンハーフとかじゃなかった。93は。93は。お新幹線ツアーのやつを新幹線の俺チケット売って。はい。92年はディーラーに売ってもらったんですよ。あ、そう。93ひょっとしたら当たったのかもしれないです。うわー、親戚一同出したら何枚ぐらい10枚ぐらい出してさ、多分当たったんじゃないかな。一回も当たんないよ。80何年9年ぐらいか8年ぐらいかと、はい、一回も当たんない。やっぱ90、91行きたかったけど、全く無理だったじゃん、中島さんとか。あ、そうだね。93初めて行ったもん、これ。やっとツアー当たって、当たってって買って。ここはあれですね。あの指定席。指定席？指定席ですね。ここね。今日も。じゃこの先で立って先から見れば。ああ。はい。でも指定席のこまはいい席だ。もういい席。いや、値段は変わんないんです今日は。あ、今日はね。はい。結構ほら、あのこうストレートで、はい、テールツーノーズでこう出す、はいはい、ピューっていくっていうところでしょっと。そうです。グランプリ何度か呼んなくていいですか。じゃあ何もいいですか。呼びたい。いや、いいですよ、全然。社長のお土産がちょっと薄いから大丈夫。いや、全然いいじゃん。およそ 400km です。5時間45分ぐらいかかります。料金は8850円です。8800かかる。はいはい、結構いいじゃない。東京行っちゃったんですよ。営業中とかで。偉いでしょ。